愛媛 CATV どこでも使い放題、工事不要のインターネット、イーネットエア。9月27日愛媛自動車学校で外国人留学生に対する自転車安全運転教室が行われました。愛媛自動車学校では毎年春と秋に交通安全教室を開催しています。今回の交通安全教室のテーマは自転車。外国人向けの教室は今回が初めてで、川原電子ビジネス専門学校の留学生9名が参加しました。松山東警察署の警察官による交通安全講話の後、シミュレーターによる自転車の模擬体験や実際の場内コースでの走行訓練が実施されました。ここで終わりになります。教室の最後にはトラックの内輪差による左折巻き込み事故の再現も行われました。そうですね。愛媛県また松山市内におきましても交通事故が多く発生しております。また自転車が関係する事故も多く発生しておりますので、特に自転車を使用する皆さんに交通ルールを理解していただき、安全に通行していただきたいために実施いたしました。ドライバーの皆さんには、これから日が落ちるのが早くなってきますので、夕暮れ時の早めのライト点灯、また横断歩道は歩行者優先を気をつけていただき、安全運転に努めていただきたいと思います。自転車の皆さんに関してはヘルメットの着用を努めていただき、事故に遭ったときに頭を守るヘルメットをですね、よく気をつけていただいたらと思います。歩行者の皆さんには横断歩道を渡るときには、大人の方も含めて手を挙げて渡るようにして車に気をつけていただけたらと思います。この教室を通して自転車の正しい乗り方と安全確認の大切さを学べたのではないでしょうか。